はやとラジオ、はやラジさあ始まりました、はやとラジオ、はやラジ。本日6月9日ロックの日、イエーイ、ロックンロールということで、旧暦沖縄のですね、暦はですね5月5日4日の日だったということで、昨日ね糸満ハーリーも終えて、また私のですね知り合い偏座でもまた日曜日ハーリーが行われるということでですね、各地でまたハーリーも見られると思います。さあ、はい、ファンキーさん、はい、今日本日なんと、はい、記念すべき、はい、第10回でございます。おめでとうございます、はい、7回目に続きまして、あと1000回まであと990回でございます、はい、頑張っていきましょう。多分生きてないと思います。私山人に任せます。山の神ということでね、わかりました。はい、ということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。自己紹介、はいはい、さっき、言ってくれたのにするんですか、うん、この時期に、はい、わかりました、はい、言いづらいですけど、はい、私、うん、ピエロのファンキーです。よろしくお願いします。私は何も悪いことしてませんのでね。なんで悪いことって、なんで、いやいや、え、はい、テレビ見てないんですか。あ、大丈夫。あ、子供は、いやいやいや、子供は置いときましょう。まあまあ、それは置いとい て、はい、ということで。ハヤトさん、関さん、関さん、ハヤトさん、真っ黒ですね。真っ黒じゃない、真っ赤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 ね。じゃあ、ね、選挙焼けかな。いや、選挙焼け、ね、よく言われた、これ。もうだし、もう赤、僕はね、赤好きなんですよ、関さん、はいはい。赤着てたら、君なんで赤着てんだ、みたいな。俺のお前、スタイリストかって言いたくなったんですけど。もう小座のおしゃれ番長ね、自称させてもらってる俺に ね、 ね、まあということで、まあ、いいじゃないですか、はい、選挙ではございません。はい、はい、ということでファンキーさんも黄色着てますね。はい、ということで、はい、関さん、はい、今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。林さん、夏はですね、はい、日焼けしたもん勝ちですから、あ、どんどん行っちゃってください。さすが、いいこと言うね、関さん。今週もよろしくお願いします。よろしくお願いします。です、ありがとうございます。はい、はいはい、ということでですね、このハヤトラジオでございますが、ユーストリームでも配信しておりますので、ね、はい、どうぞね皆さん、FM 小座のですね、ホームページからぜひとも見てください。ツイキャスもやってますのでね、うん、はい、ということで本日はゲストお二人来ていますので、ね、そうなんですよ、はい、すごいゲストです、はい、お二人来てますのでね、ご覧になられてる方、あら、まあ、はい、今日はイケメンが二人もね。それじゃあどうしましょう。二人って1、2なのか、どっちなのか、もうこの後そういう時自分入れないでしょ。入れないんだ、ね、ということでございます。ですよ、はい、ということで、じゃあ今日はもう曲はね、うん、ぶっ飛ばしてですね、ぶっ飛ばしましょう。お二人ゲストに来ていますので、はいはい、それでは行きたいと思います。行きましょう。はい、小座のど真ん中。はい、よろしいでしょうかね。はい、今実はですね、この、タイトルコールをですね流れてたんですよ。お二人ゲストね、何だろうと思って いらっしゃると思いますので、はいはい、まあ僕はね、小座のど真ん中とね、はい、言っておりますです、はい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 、ということでございます。パンキさん、お二人ご紹介よろしくお願いいたします、はいはい、では紹介させていただきます、はい、まずは私のお隣から、はい、こちらの方はなんとあの方でございます。イラストレーターの、はい、森拓真さん、ありがとうございます。どうもどうもどうも森さん、はい、今日はね、今日はちょうど赤と黄色の間でオレンジってど真ん中って、オレンジオレンジど真ん中ってこと、はい、宮古なんですか。いやいやいや、那覇市です。またね。はい、はい、ね、すごいでしょ、本当に森さん来てくれるんですね、はい、そしてもうお一方、こちらも、はい、まさか来てくださるとは思いませんでした、うん、はい、こちらがなんと、うん、このハヤトラジオのスポンサーになっていただいております、はいはい、うん、カラオケもあります居酒屋バゲネコのなんとマスターザマミマスターでございます。はい、はいはい、じゃあお名前お願いします。バゲネコの代表ザマミマサトと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんかね、
昔のグレーのテルさんみたいな。だからね、今テルさんちょっとねふっくらして、ちょっと怒られるかな。怒られるかな。いやいや本当に、ね、本当にね、グレー、グレー、あ、グレー、あ、グレーのね、ありがとうございます。ですね、グレー、グレーの人たちはたくさん友達います。はい、まあ何失礼いたしました。いや、あの実はですね、まああのまあ、スポンサーの話あのスポンサーの話の中で、実はですね、いろいろあのイベント、はい、格闘技イベントの僕リンゴアナもさせていただいてますので、はいはい、あのコアというイベントのですね、うん、プロデュースをしてます一郎くんとかですね、はい、また選手の花城優輝くん、そして大城亮太くん、うん、そしてまた松田哲也って言ってですね、僕の高校時代からの友人なんですが、いろいろピザハウスのコビーっていうね、はい、あのピザハウスのね、はい、オーナーであったりするね、はい、部分でいろいろこのハヤトラジオこれから応援していくということで、はい、なっております。はい、ありがとうございます。ぜひともありがとうございます。あの揚げ田の先輩の戸口正樹先輩もね、はい、応援していくということでございますので、よろしく、ゆたしく、嬉しいですね、お願いします。お願いします、はい、ということで、はい、お二人すいません、はい、もいえいえいえ、ゆんたく長くてあの森さん、はい、あのいつも本当に僕もイラスト描いてもらったことあります。はい、はい、もうすごく上手でございます。私も今日前描いていただいたの、うん、持ってきてますけど、はいはいはい、こちらね、はい、まあなんか森さんいろいろ活動されてるということでですね、うんうん、最近では何かありますか。そうですね、うん、普段はちょっとイラストレーターと映像クリエイターって映画とかテレビとかの仕事をしてるんですけど、はいはい、そのイラストを生かしてちょっと、うん、東北の支援をずっと続けてまして、はいはい、うんうん、どういうことかっていうと、うん、ね、津波で、ね、ご家族亡くされたりとか、うん、はい、家流されちゃって写真ない方とかを、うん、写真はもう一緒に撮れないけど、はい、絵の中でだったら、うん、その一枚の中に亡くなった家族だったり、うん、友人だったりとかっていうのを一緒にできるっていう、うん、それを、まあ、ずっと続けてて、はいはい、もう5年ですね、テレビでも特集、ね、されてましたね。いろいろちょっと、はい、紹介していただいて、その中で、うん、なんかお人形さんがあったじゃん。あ、小野くん人形ですか。小野くん、ね、はい、あれはなんかこちらで里親みたいな感じな。そうですね、あれは東松島ってとこに僕よく行くんですけど、うん、そこの仮設のお母さんが靴下で作って、うん、そうそうね、今日持ってくればよかったですね。そう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 、じゃあ僕の靴下でつってすいません、なんか もともとアメリカでなんかソックモンキーって、うん、靴下を使ったお猿さんの人形 が始まりで、うん、それをその東北のお母さんなんかもそれをこう、うん、真似てというかそこからスタートして、うん、始まった、うん、もう今ではもう、はい、全国区に広がってって、はいはいはい、それどころかも海外にも、うん、あ、そうなんですね、行っちゃってね、はいはいはい、なんかその辺のところはなんかザマミさん電話が鳴ってるあの放送中なんでということでございますが、ようやく入ったかもしれない、はい、まあね、この後また、ね、何かあるということでございますので、はい、その後また告知ということでございますが、はい、今日は、また森さんもう一つなんかチラシフライヤーを持ってきて、はい、ということでございますね。ですね、ちょっとまた僕が、はい、関わってるやつで、はい、皆さん川道先生ってご存知ですよね。何かよって言うそ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 の川道先生が、はい、浦添の実着で、はい、ズミ食堂っていうのをやってるんですけど、はいはい、そのズミ食堂の、うん、毎年この時期になる、なるとやるイベントなんですけど、はい、ズミニックっていう、ズミに行く、ズミニック、ズミ食堂とピクニックを足して、はい、ズミニックっていう、ズミニック、はい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 、で要は、常連客とか、まあ、いろんなお友達誘って、うん、観光バス2台貸し切って、お、すごい、で沖縄の要はまだ出会ったことのない沖縄を会いに行こうということで、うん、はい、そういうテーマで、去年は、うん、海洋博が40周年だったんで、はい、海洋博に行ったんですけど、うん、今年は、うん、共同売店っていうのがテーマで、おー、結構ね共同売店で耳聞くけど、ね、そうですね、もう本当ね、そう過疎地というか、もう 奥の方に行かないとないですよね。そうそうそう、言えば何でしたっけ、あの辺、なんでしたっけ、ホテルがあるところ、なんでしたっけ、カヌチャとか、カヌチャの方近くとか、ね、カヌチャよりもずっと奥の方とかね、そうですよね、近辺、要はコンビニがないような、うん、この共同売店がその地域の、うん、ライフラインというか、そういう感じの、
でそこにそれをちょっといろいろお勉強、うん、お勉強がてら行こうかなって、はいはいはい、でまた2時3時ぐらいになると、うん、あの女村のミッションビーチで、うん、そこで、こっちにも書いてるんですけど、はい、アグー のバーベキューとバーベキューマグロの解体と、うん、これうまそうですね。あとねオリオンの、はい、工場からほぼ直送の生ビール飲み放題と あと堀内かな子ちゃんのライブがついてなんと1本、はい、おー安い安い他ではありえない、ね、ありえないですね本当にね、うん、さあそれが7月10日の日曜日、はい、そうです、集合場所がズミ食堂となっておりますがズミ食堂の、ね、場所もねどういった方が分かりやすいんでしょうか、アジャの方なんですけど、うん、一応ズミ肉って一回検索してもらったら、はい、多分出ると思うんで Facebook とかで、うんうん、で必ずそのズミ食堂じゃなくても例えば茶炭だったりとか、うんね、そういううちが茶炭とか、はい、チューブとかに近い人なんかはわざわざ那覇まで来てこなくても、うん、こっち のバス停で拾ってもらえますかってそういう化け猫の前にざまみさん化け肉っていやいやということではい、はい、やっちゃってくださいということで7月10日そうです、また集合時間が7時集合の出発が7時半となっておりますのでね、うん、どうぞ皆さん、朝から晩まで一緒にみんなで、はい、遊ぼうよという感じで、はいはいはい、で僕も当日もちろん行きますんで、はい、お待ちしてます、はい、よろしくお願いいたします、はい、ということで川道先生とですね、はい、堀内かな子さんね、ライブしながら、またこのいろんな共同売店を回るということでございますのでよろしくお願いいたします、はい、締め切りがあるということで120名様限定ということになっておりますのでね、でお早めに、まあ、沖縄の人ね、うん、結構ギリギリまでそうですねの人が多いんで、はいはい、前もって行ってもらえると、うん、ね食べ物とかそういったやつもそうです ね, ねいいの揃えてもらえる、はい、早く言わないとねそうですね、うん、なんか持ち物いろいろ書いてあるけど、うん、元気と笑顔などですよね、ね面白そうはい、ね、ということでございますので、ズミニック2016ボリューム7ということでございますので、うん皆様大人のピクニックぜひご参加ください。はい、はい、もちろん、うん、子供も参加 OK なんでということで親子ではいということ で, で、はい、お子さんの料金とかもあるんですか。ねちょっとそれ後で確認します、はい、ということでねこの辺は大人の事情でございますのでねはいということで森さんどうもありがとうございました、はい、さあこの後もですね残っていただいてですね、はいまたスポンサーになっていただいている化け猫のねざまみさんにもね、いろいろと喋っていただきたいなと思います、はい、それでは CM ですどうぞ。はい、ありがとうございます。はい、これは今声残ってます？今これ声は残ってます、はいはい、これはYouTube でアップされた場合は残ってますので CM 中の、はいはい、鹿児島からハイサイこんばんはということで来てますね。はい、ありがとうございますね。あ、リアルタイムだ。はい、沖縄健康サウナさんの CM もね、はい、ですね。じゃあ今日そこから入ります。ヨモギの湯の話、うん、時間どれぐらい、全然あと13分ぐらいですね。そうですね、はい、CM 明けにちょっとカウント始まりますので。あ、わかりました、はい、じゃあサウナの後は飲みたいですなということですよね、うん、で、ワケネコさんに流れるでいいですか、はい、うん、はい、ヘンリーがお届けする音楽の街講座。さあ、始まりました、ヘンリーがお届けする音楽の街講座ということでね、はい、どうもありがとうございます。引き続きお二人ねまあちょっと川道先生つながりでですね、うちも自分もですね、また先輩がいまして、津波真一、しんちゃん、はい、しんちさんがですね、はい、今週土日にですね、さしきシュガーホールにて、25周年あります、はいはい、以上です。それだけだった。いやいやいや、もうソールドアウト
チケットないらしいので、あのとりあえずあるということで、お花はなどうするの、あお花なのか、それともあのバル注文待ってます、はいファンキーさんにね、そうそうそう、ファンキーさん、はい、またチラシはないの、じゃあ持ってこなかった、いいよその話はいいけどさ、うん、今ほらまたね、うん、スポンサーになっていただいた健康サンドさんのコマーシャル流れてたんだけど、はい、私今日も行ってきました、はい、綺麗よくしどう小泉京子みたいあの今よもぎの湯でね、健康サウナさんに行くと小泉京子さんになれるということで、うん、私はですね、あまあ一瞬ですけど、ね、一瞬ね、うん、ということでございますので、もう出た時はもう小泉そんなにもうまじまじ見なくてくださいよいやいや、まあ、これで入るのかなって、いやいやということでね、ぜひとも入れ墨もダメなのにこれなんかも持ってのほかでしょうね、はい、ね、はい、ありがとうございます、ね、だからもう早く飲みたい、はい、だからあの、はい、この後また上間さんにもね、はい、あのゲストとしてね、オーナーさんのね来てもらいたいなと思います、はい、さあそれでは、うん、バケネコのですねオーナーであられます、はい、ザマミさんです、はい、はい、どうぞ、イエイ、何か、はい、居酒屋バケネコのザマミと申します、はい、先ほどの健康サウナの、まあ、お近くというか、はいはい、数通りの方であのお店やらせてもらってるんですけど、うん、まあ、代表と言いましても毎日酔っ払ってるだけなんで、いやいや何と申していいのやら特に、森さんの後なんで告知も特になく、いや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 、車がかっこいい、すごくあの昔のプレジデント乗ってるんですよ、そう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 なの、もうなんかあれリッター 2,3 キロ私もこの近辺にヤクザが住んでんだろうなと思ってたらあのマスターの車か本当に大丈夫です、あのヤクザとかですねこの辺のところはファンキーさんねお得意なのでねもう印象悪いもう名前から印象悪いのね今なんでファンキーね、ファンキーね、いやいやそっかそっかファンキーやむしろバカ野郎ということで、ね、はい失礼いたしました、はい、バケネコさんね実はねすごい、居酒屋の隣にですねまたあのカラオケハウスもね、はい、完備してまして、そうなんです、このカラオケハウスをですね、うん、なんと実は、まあ、居酒屋をなさっていたザマミさん、はい、ね勝手に壁をぶち破って隣はね、うん、私の知り合いのおじいちゃんおばあちゃんが、はい、あのつつましくやってたカラオケボックスだったんですけどね、うん、それを勝手に自分がついでに一緒にやってあげるって言ってから、うん、カラオケボックスと居酒屋の間の壁を勝手にぶち抜いた、うん、ぶち抜いた後に、うん、開けましたよっていうことでね、そうそうそうみたいです事後報告なんですそうそうそう苦笑いですねやっちゃったやっちゃった、うん、ということでございます、だからねあの美味しい料理とビールで、うん、ちょっといい感じになってきた、はいなってそのまま、はい、あのあれみたいにあのなんだっけいただきますだっぱ何ああテイクアウトみたいな感じでテイクアウトではないね、ごめんこの番組もみんなわかんないかな、うん、サイコロ回してみんなでおやつも、ま、あ何が出るかな何があれみたいにみんな自分で料理持ってビール持ってカラオケボックスに流れていくっていうっていうのが今日はい、もしかしたらこの後イベントがあるということでございますのでね、はい、ぜひともあの少しまたあの場所などもう少し詳しくはい、はい、ですね、うん、沖縄市与儀、まあ、3丁目になるんですけども、うんはい、あちらはあの看板屋さんオブジェさんはいはいはいありますよ、ね、すごくねファミリーマートの裏側、はい、そうゴジラの、はい、オブジェだとかあとはあの今マツコもいるマツコもいますねあとはあのバケネコさんあの調べたい方はですね四角い、ね、顔の、ね、店長さん店長がいますどうやって調べればいいんですかネットに載ってんですかねそれは相当四角いんで大丈夫だと思いますあれもう少し削ってねあのホームベースみたいな感じでしたねおいおい、はいはい、ということでまあ、はい、そういうこともありまして実はなんか揚田中学校、まあ、僕地元のですね先輩でもあるということでねだったんですね、はい、なんかちいさんとか違うあのもう身内ネタねごめんなさい小浜で言えば小浜マーコーとかねねあとなんあの人はごあのとかね、はい、いろいろね揚田の地元の先輩ということもありましてね揚田中学校つながってるんだね、はい、よろしくお願いいたします、はい、私ともつながってるんですよ自分ほらこの前ピエロ歴7年って話してたでしょ、うんはい、ピエロ始めた頃はいろいろ悩みもあって、ね、あのバケネコさんのカウンターで一人で飲んでたって話したじゃないですかだから今日のねあのユーストリーム見てる方、ね、ラジオではちょっと伝えづらいんですが、ね、黄色の今日ね腐ったバナナみたいな腐ったっていやいや自分で当時ね当時腐ったリンゴになりかけたんでしょそうそう自分で腐ったって自分で言ってたんですかそうそう腐ったってやさぐれてたね喋っててくださいそしたらその時じゃあであのその時にあれなんですよこのざまみマスターがねあのいい感じの時にふーっとこうカウンターの前に現れてね、うん
ファンキーさんこんな感じだったということでスランプなんで細かいわ。話させてよ、いい話を。そのためだけ。だからまた変えてもういいよ、みんな無視して。ごめん、見て見て。沖縄シティね、大好きな沖縄シティということで。もう大丈夫、はい、何何、はい、落ち着きました。はい、大丈夫、大丈夫、うん、そうそう、これでね、うん、やさぐれてたら、うん、バーッとマスターが来てね、またこのね、うん、震えるようなしびれるようなイケメンでね、うん、マミーさん、この前イオン冗談で頑張ってたよね、うん、僕感心してますよって言いに来てくれるわけです。あれは実は違ったピエロだったってことピエロ違うというオチですよね。ああ、そうじゃない。もうさ、本当にその一言でね、救われて、はい、頑張って今までやってきました。マスターの、ね、もう最近はね、もうでっかい顔してね、つまみ出されるから本当にね。森さんもね、以前、はい、ね、一緒に飲ましてもらいました。要はこの4名、化け猫さんで飲んでたもんね、この前ね、はい、うん、この前も帰り際ね、ベロベロね、はい、送りますって言いました。マンションまでマンション、まあ、マンションというよりもピエロの星があるんですけど、ヨギあたりね、ヨギあたり、はい、ということで、その近くにヤクザの車も止まってマスターも住んでる。もうね、いろいろ今日はね、みんなね、選挙疲れなのかね、話が飛び交っておりますがね、リラックスしてね、そうそうそう、はい、参りましょうね。はい、はい、まあ、残すところもうね5分ぐらいになってきましたよね。はい、この後ね、僕も少しまたちょっと戻ってですね、はい、ちょっと片付けをして PTA 活動して、はい、もしながら戻ってきてください、はい、バケネコに、はい、一応8、どうしましょう、7時半からにしますか、うん、はい、7時半から、ね、なんか今日ファンキー会があるということで、ファンキー私の責任になるじゃないなんかミキトニー会、ハヤトラジオ会でしょ、キャン会、キャンさんもやってるの、はい、ね、うんうんうん、そしてもう2台、3、ね、台、やめて、ね、やめて何じゃ、豆腐会議とかもあるもんね、豆腐会議、あ、そうか、そういう類のものは嫌なの、そうじゃない、そうじゃないよね、雪吊りの、はい、私たちなの今日は、はい、みんな雪吊りに会とかじゃない、芋吊る式に、ね、一夜限りの、そうそうそう、表現がね、だから盛り上がってまた別れて、そう、ね、旗揚げ解散公演今日行くぜーそう、さっきの川見先生のネタでね、松竹歌劇団っていうね、玉木充さんという人が座長をやってたね劇団がありました。新人募集して新人が来たらしいんですよ、うん、もう張り切って、うん、すいません、俺稽古頑張るんで、うん、でも本番は来れませんとか言ってたなんでなんで来れないばって言ったら、彼女の誕生日だからって言って帰れって言うから、もうすぐクビにしたって、そのネタをやるためだけに来たんですよ。そうですよね、はい、ということですごい人いますね、はい、もう本当に荒技でございます荒い荒い、はい、うん、超荒い、はい、まあ、今どこに行ったんですか今僕らは。だからまあそういう後腐れも何もない、ただね、はい、今日番組聞いててえって言って来てくれる人でもいいことにします、ね、はい、じゃあそれでは ね、まあ森さんにこれを渡しますので、はい、森さん今日の、この飲み会参加していただけますでしょうか。はい、あ、丸、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、そして関さん、続いて、関さん、この、飲み会今日参加していただけますか。関さんじゃないって、あ、関さんじゃ呼びました、ごめんごめん、関さんもぜひいらしてください、直樹屋さんも来ますよ。あ、本当ですか、はい、直樹屋さん久しぶりに会いたいですね、ぜひぜひ。あ、さっきさ、ファンキーさん、はい、イケメンが2人って言ってたでしょ、はい、今日男性4名いるの私も実は男性なんです、あ、どうもお疲れ様です、はい、はい、ね、そう、男同士の付き合いしましょうよ、はい、はい、男同士ね、もうね、はい、ということで、はい、はい、もう後半の方になりました。あ、どうも、民生の活動ですか、ね、ご苦労様です、はいはい、様です、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、じゃあ、今日、ザメさん参加していただけますでしょうか、はい、はい、丸、ありがとうございますということで、はい、ファンキーさん、はい、私、ファンキーさんもね、はい、はい、じゃあ、はい、聞いてくれる、はい、ファンキーさん、今日の飲み会参加、もちろん、丸はい、ありがとうございます上手に拾ってくれなかったいやいや、 いやここで罰出してくれるのかなあ私がね、そうそう、ごめん、もう一回、じゃあこれはまた来週で、はい、SAT に入って勉強しなさい、はい、ということでね、あ、実はまた土曜日、はい、ね、北谷町美浜で、はい、ね、我がリンケンバンドライブもありますので、はい、ぜひともね皆さんリンケンバンドライブもね
楽しいです。ですね、このラジオのように本当にライブ感あってですね、うん、あのカーツさんと最近ミッキーで語ったんですがね、あ、そうでしたか、これからも、あ、来週は奈良に行きます。あ、奈良でしたね。奈良公演があるので、ファンキーさんラジオよろしくお願いします、はい、あ、さっきいたよね。そうそうそう、人が、ハヤトさんの代わりの人が、そうそうそう、はい、ということで、じゃあもしくはじゃあ森さんとか森さんに頼むってこともあり得る。ぜひお願いします。じゃあお願いします、はい、今日段取り分かったと思う。今日そのためにゲストをお呼びしました。そうそう、今日もギリギリね着いたって感じでございますがね。はい、じゃあそれでは、一言、ね、はい、ザマさん、なんかイベントがあるか、はいはい、うん、ちょっと個人的なんですけども、うん、6月23日のエリアの日に、うん、まあ、追悼の意味も込めて、うん、国際交流も、まあ、いろんな事件がありますけれども、はい、みんな世界を一つということで、フューチャー沖縄という、イベントをやりますので、場所がですね、北谷のモッズ、ライブハウスモッズで、フード入場料無料で、どなたでも、もう飛び込みでももちろん、参加していただければ、飛び蹴りもいいんですか。飛び蹴りもそうですね、そばっとまで OK です、はい、はい、ということでね、ぜひともね、6月23モッズ、はい、はい、森さん、はい、この後バケ猫で、僕も参加して、はい、そこで似顔絵描いちゃいますんで、似顔絵会もあるんですが、はい、お一人1000円で描いていただけるんですよね、はいはいはい、ありがとうございます、はい、バケ肉の方もよろしくお願いします。ズミ肉ね、はい、ということで、はい、ファンキーさん、はい、はい、何か近々ありますか。近々もう今からバケ猫会のことしか頭にないですけど、ういうす、ね、はい、ということで、バケ猫の方でもね、はい、この後飲み会があるということでございますので、どうぞ皆さんお時間ある方は現地集合、はい、現地解散で構いません、はい、遊びに来てください。よろしくお願いします。それでは皆さんまた来週ということで、この番組はですね、いろんなスポンサーついておりますが、はい、筆頭に株式会社原稿工業の提供でお送りいたしました。それでは皆さんまた来週、さようなら。